ボンです。ちょっとね声抑え気味で喋りますね。今ね谷中、上野のね谷中に来ました。文京区のねフリー Wi-Fi が飛んでるということですね。今どんな時も Wi-Fi のね、まあ、通信障害から、まあ、回線休止で、今ね 25GB の上限設けられてね、結局もう使えなくなってしまったと。すごく困ってね、まあ、今ネット難民になってるんですよね。でいつも言ってたね、喫茶店もねこのコロナの影響で閉鎖されちゃって、もうほんとね作業ができないんですよ。なんでね、あのこの愛車のテネレでね、まあ時にはコンビニの Wi-Fi 使ったりしながらね、今ねブログの執筆をしてます。やっぱね長時間こう接続してると、ね、向こうがね制限加えるっぽいね、うん、またね場所を移動してちょっと執筆していきます。いや今ね違う場所多くてね Wi-Fi 繋いでます。ちょっとでも移動すればね回線速度回復すんのかな。今ねセブンイレブンの前来た。ここの回線速度は文京区の Wi-Fi、まあ、フリー Wi-Fi ちょっと使ってたんだけど、ね、30分くらい経つとね多分回線速度落とされちゃってね、今近くのセブンイレブン来ました。そこでねちょっと Wi-Fi 使って今更新してます。一応ねブログ記事1個かけたんでね、これは今日の夜アップします。いやーこれが続くの結構きついな。いやどんな時も Wi-Fi が今使えなくて、まあ、ネット難民になってるわけですよ。フリー Wi-Fi 拾いながらねブログ執筆してるところです。ちょっとねまた帰りもねいくつかスポットあるんでね、回線速度だけこう確認してね、一番ベストなところ、まあ、バイクが止められてトイレが近くにあるところ、これがねベストですね。さっき言ったところもね墓地の横のトイレの横にねその Wi-Fi スポットあったから選んだんだけど、他の場所は結構点在してるんだけどね、トイレあるか不明だからね、まあ、こんな感じでね今MacBook 持ち出してね執筆してたんだけど、なんかねセブンイレブン早いよね。ただね1日3回のみ、1回につき60分、1時間だけ使えるってことなんでね、毎日3時間使えるっていうことになるのかな。これどうなんだろう、ここの店舗で3回使えるけれども他の店舗行ったらまたゼロカウントになるのかな、その辺ちょっとよくわからない。で結構都内って Wi-Fi 落ちてるんだね、知らなかったんだけど、2年半くらい前か、なかなか回線速度ってなかったんでね、速度出なかったんでね。でも今、ま、帰国してからねいろいろこう場所変えてね速度をね測定してんだけど、なかなか速いんだよね。巣鴨なんかもね地蔵通り商店街とかね普通にね上りも下りも30メガとか40とかね結構出るんだよね。全然バカにできない。まあこれでね今クラウド、東京 Wi-Fi っていうのかな、ちょっとね乗り換えするのに契約したんだよね。でやっぱりねコロナの影響もあってまだ端末が届いてないっていうことなんでね、まあそれまではこの野良 Wi-Fi をねうまく使いながらねやりくりするしかないんでね、まあ、多分ね来月になるような気がするんだよね。今ねブログ執筆終わったんでね、これからちょっと浅草をねちょっとぐるっと回ってね自宅に戻りたいと思います。閑散としたねあの浅草が出てたんでね、その風景どんな感じになってるのかなっていうことで、ね、記録としてね動画で残します。はい、じゃあね。よかった、これはおすすめですよ。おすすめというかね、バイク旅で持ってったものなんだけど、あーってよかった。